おはようございます。2015年9月19日土曜日朝です。川の字です。昨日関西空港の夜到着しまして、ロビーで野宿して一泊ですね。それで今朝7時30分、朝8時半の飛行機見えますかね。ちょっと今ぶれてしまいましたが、朝8時半の飛行機で、中国の重慶ですね。日本語で重慶って言ってますけど、チョンチンという発音になります。ちょっとあれですかね、第一世第二世とか成長を間違えたかもしれませんが、一応チョンチンの方に、向かいます。じゃあフレームから消えます。ぐーっと今、関西空港のもう出発ロビー、搭乗口付近にいるんですけども、こちらですね、ちょっと光の加減では見づらいかもしれません。今回のツアーで初めて使います、格安航空会社の春秋航空さん。関東ですとね、茨城空港から、上海プードンの1路線しかないんですね。成田から出てるけど、あれはまた春秋航空の子会社の春秋航空ジャパンという会社の、広島とか、それからどこだ、佐賀とかですね、日本の国内線になっちゃうんですよね。国際線は茨城空港、百里ですね、百里から、上海プードンに飛ぶ一路線しかありません。ですがこの関西空港発ですと、教育重慶でありますし、それから帰りの飛行機で乗って帰ってくる成都、四川省の成都、あるいはですね、かなり西の方になるんですけども、甘粛省、わかりますかね、かなりシルクロードの方ですね。甘いっていう字に粛々との粛っていう難しい字書くんですけど、甘粛省の蘭州、伊藤蘭さんの蘭に九州の州ですよね。蘭州線とか結構大阪発の便があります。あとは河南省の鄭州とか、あんま聞き慣れない、鄭州って言っても聞き慣れないかもしれないですけど、殷の遺跡があるところです。世界史の教科書に出てくる殷の遺跡、殷の首都があったところですよね。そこの鄭州とかですね。でもちろん上海もありますし、あとこの間爆発事故のあった天津線なんかもここから出てるはずです。だから春秋航空さん、関西空港を結構拠点にして中国に路線持ってる部分ありました、ありまして、でそのために今回野宿ツアーということで、企画いたしました。それでは、8時からこの春秋航空に乗って、中国の重慶ですね、チョンチンの方に向かっていきたいと思います。はい、失礼いたします。